2023明治安田生命 J3 リーグ最終戦セレモニーを執り行います。今シーズン松本山を FC ホームゲーム計19試合に累計で155,441人の方々にお越しいただきました。たくさんのご来場誠にありがとうございました。またボランティア団体チームバゴスの皆様にはシーズン累計1500人のご参加をいただき、ホームゲーム運営のお手伝いをいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございます。では初めにクラブを代表して株式会社松本山下代表取締役社長神田文明よりご礼をご挨拶を申し上げます。まずはじめに2023シーズンの最後までクラブをご支援いただき本当にありがとうございます。そしていつも陰で支えていただいているチームバゴスの皆さん、改めてこの場をお借りして感謝を申し上げます。今年もクラブの目標、そして応援する皆さんの期待に結果として応えることができませんでした。非常に申し訳なく思っております。皆さんのさまざまな声を受けなければいけないと思っております。今日の試合に象徴されるように結果として本当に出すことができないシーズンです。そんな中でもここにいる監督、コーチングスタッフ、選手、1週間1週間勝負にこだわる、勝ちにこだわるためにミーティングを重ねて最後まで向き合ってくれました。そしてクラブスタッフもこの状況を一緒に乗り越えようと、これだけ松本で山を応援していただいている皆さんがいる限りしっかりとしたクラブ運営をしていこうと、そしてトップチームの結果に何かクラブスタッフとして影響を及ぼすことができないか、そういうチャレンジをしようと全員で取り組んできました。それでもやはり結果を出すことができませんでした。キャンプから松本の歴史を知ってもらい、クラブの歴史を知ってもらい、山田として戦う意味を理解してもらって、選手と一緒に取り組んできました。少し重たい責任を背負わせてしまったのかなとも選手の皆さんには思っています。ただこれだけ多くのサポーターが入っていただくこの松本山のスタジアムで、皆さんの期待にピッチで応え、もうやり続けるしかない、もう繰り返してそこを突破していったら、そういうクラブの状況だと思っています。今年は新たなスタイルでの挑戦ということで、これまでの土台をベースに皆さんに新しいスタイルをお見せするべく臨んだシーズンでした。それでもここで結果として皆さんにお伝えすることが、お見せすることができませんでした。その中でもみんなでもがいて何とか結果につなげようとやったことは、私は中から見ていて、ここのクラブに関わる人間みんながもがいてやってくれたことに対しては改めて誇りに思ってます。これだけ最後まで応援していただく皆さん、来年も絶対その皆さんの期待に応えるために、ここに関わる人間は苦しみもがきながらこのクラブを再成長させていかなければいけないと思っています。そしてこのある意味の雰囲気についてお話しさせていただきます。松本の誇りと言っていただけるクラブになりました。ただそれはクラブだけではなくて、ここにいるファン、サポーターの皆さん、いろんな方々と作ってきたこのスタジアムの雰囲気もあります。
多くの世代の方が来て、子供たちも来て、松本の誇りを皆さんと一緒に失わずに、もう一回応援してもらえるように私たちも努力していきます。来年こそ、来年こそ結果を求めて、結果を出すためにクラブとして努力していきます。でここでも教えをよろしくお願い申し上げます。
さんや試合を運営してくれた方々、チームラモスの皆さんに感謝の気持ちを選手を代表してこの場で伝えさせてください。1年間ありがとうございました。以上で2023明治安田戦で J3 リング最終戦セレモニーを終了とさせていただきます。この後、選手、チームスタッフが1年間の感謝を込め、グラウンドを一周させていただきます。ファン、サポーターの皆様には、ご移動をなさらず、ご自身のお席にて、選手をお送りください。1年間お疲れ様、ありがとう。1年でいくらって。